りーちゃん、はい、はいはい、久しぶりだね。何年ぶりだろ、ママよ。あのね、確かにね、うん、コロナはあった。あったな。コロナはあってさ、あんたあのエプリルフール4月バカだっつってさ、うん、2020年の4月にさ、うん、国に帰ったでしょ。帰ったね。あれからね、うん、いろいろあったのよ。でもよく考えて、それより前にあんたはいなかった。今時ね、そのコロナを経てね、オンラインでいろいろできるわけよ、はい、やる方法はあるんじゃないかなって私は思ってる。そうね、私たち続けれることがあるんじゃないかなってね。思った。あのね、コロナを経てね、なんかね、いろいろ考えることがあったね、本当に。うん、あと何してたの、そもそも国へ帰って。国ってどこ、そもそも。国は広島だ。お、広島ってどこ。お、広島は、うん、中四国の中国地方。中国地方って何よね。ややこしい。中国でもない。昔話したね、中国地方ってなんだっつってね。なんでやめろっつって、ね、中国チャイナかっつってね。あったけど、関東省みたいな、やめろっつって、ね、あんたがいない間ね、あんたも店もね閉めてたのよ。それ知ってる。コロナの間閉めてね、蜘蛛の巣だらけじゃん。蜘蛛の巣だらけでしょ。もともとお客さん来ない店だったけどね、あれ、三軒隣のあんた、ゲーバーも閉めたのよ、うん、どうなったんですか。ゲーバーなんだっけ、スロップだったっけ。ゲーバーあの下道2匹がやってたね、あの、ゲーバースロップもあれさ閉めたのよ。あら、ちょっと向かいのあの伊藤ちゃんが、あら、あら、久しぶりだ。はい、ま、あららら、ちょっとちーママが行っちゃったね。もう本当にお元気そうで、元気そうで、お元気そうで、ね、飲みますか。本当にどうぞどうぞ、はい、飲みます。あのね、いや本当にお客さん来ないのに ね、ちょっと挨拶だけ、あの知り合いばかりが通ってね、帰ってからね。そうなんだけどさ、いやものすごく懐かしいじゃん。いや懐かしいですね。どうなってんのって、このね、あの雑居ビルも大変よ、あんた、はい、もうここしか明かりが灯ってない。ここしか明かりが灯ってなくてね、私もね、あのもういよいよかなってね思ったこともあったんだけど、あんた帰ってくるって言うじゃない。はい、これやるしかないなと思ってさ、ね、そうだね、久しぶりに。ありがとうございます。本当よ、ね、もうシワも増え、いやいや、そんな、ね、そうそうそう、皮下脂肪も増え、いやいやいや、そう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 、ね、私の話それ。いやいやいや、私の話、本当に日本に帰って一瞬痩せたんだけどね、ちょっとだけね。あ、キグロでございますか。はいはいはい、キグロよね。あの、うん、そう、いろんな思いがあるね。あのね、本当にね、49でしょ今。あ、違うわ、39でしょ。なんかね、毎年毎年思うとこあるよね。ありますね。本当に39でこんなに思ったら、49、59、69になったらもう本当に千人になってね。もうね、それが飛んでっちゃうんじゃないかなって。もう座禅組んだまま浮くみたいな。そうそうそう、そうでしょ、うん、だから本当にね、どうしてんのかなって思ってたら、あんた帰ってきたじゃない、はい、これを機にね、ちょっとケーキつけましょうよ。そうですね、じゃあ乾杯しましょう。はい、この村にも、はい、乾杯、はい、乾杯、皆さんも乾杯。本当久しぶり。ちょっと皆さん、ちょっと来てくださいよ、クラブナオに。本当ね、いつもね、お客がいない店だけどね、来てほしいね、いよいよね。本当にね、こうなってね、いよいよ思うのはね、あれですよ、あの人はね、やっぱり会わないとダメですよ。そうだね。あんた気病んでたっていう話じゃないの。気病みましたね。病むよね。もういろんな人が亡くなり。あのね、あのそうなの、あのね、うん、思うの、うん、人は死ぬんだな。そうだね、もう死亡率 100% ですから。あんとね、うん、そう、いつかね、実はね、人はね、うん、死ぬんだよ。いやほんまですよ、本当に。あのね、そしてね、同時にね、なかなか死なないなっていうこともあるでしょ、うんうん、死なないな、あいつ死ねばいい、あ、そんなこと言っちゃったんだけどさ。死なないな、あいつ死ねばいいのになっていうやつがなかなか死なないこともあるし。そういうこと言うからママ、お客が来ないんじゃないのかな。なんかな、なくな、うん、でもさっきもほら死ねばいいのにの話したでしょ。うん、なんか酒癖が悪くてね、このデブ夫婦って言われてね、大変だったの。一回返せないからさ、すいませんなんつってね、デブ夫婦
夫婦ちょっとショッキング、うん、そう顔を米助のくせにね本当いかがでしょうてめえっつってさ本当にあいつはねいつかねインド洋にね沈めてやろうと思ってるんだけどね。あ、いいですね、まあまあ、あの生コンにね詰めてね久しぶりになってこんな話もいいね。そうね。いやほんであれでしょ三軒隣の下道も帰ってこないでしょ。帰ってこないの。いやもう本当に何してあるんでしょう。いやなんか、ね、北海道でしたか。あのね左官とね自炊とね左官デザイナー草を摘んでるって言ってた。はあ、はあ、放牧した、うん、何かを、はあ、俺食べれる草摘むの得意なんですって言ってたよね。トルトルマンになっとるわけですね、うんうん、そうよね。素晴らしいですね。いやそんなこんなでねこれからそのオンラインでねあのやれることもあると思いますのでピンポンって言ったね今お客さんかなそういうシステムありましたかあのそうやっていきたいなと思ってます、うん、あのねこれをねあの、まあ、誰かがねあの、まあ、店なんだけどね聞いてたらねほら私たちまあ、過去にもこれやってるでしょ、うん、ぜひ聞いてね。あと聞いたことある昔のやつありますよ。死ぬほど面白いねあれあの自分で言う、うん、またピンポンすごいなこれ。お客さんがね立って座れのやつ知ってる。私もひっくり立って座れですね、うん、もうあの分かる。ありますよ岡山のね。そうよなんとかハイランドです、うん、そう、はいはい、あれとかも、はい、あのブラジルテーマパークですよ。鉄郎メーテルとか ねもうかんもう、ま、毎回神回っていうね神回よかったですか。本当に YouTube にねぜひ上がってますんでて何の話だったよということでまあねこの、 あの小芝居もそろそろ終わって本編に行きますか。行きましょうか。じゃあリーちゃん覚えてんのかな何がですか。あのいつものはぁタイトルのコール覚えてんのあった言ってみて。今宵もクラブナオミで会いましょう。違う それ貼り付けてちゃんと、うん、いやそうね。ただなんていうのかな何も知らない人が聞いたらなんじゃこいつら聞くなんじゃこいつら、まあ、おばさんたちがこう、まあね、広島と大阪の、ね、おばちゃんがそうよ、うん、あのなんていうの覚えてるあのなんか会議日食の話さ皆既日食皆既日食って言ったら2人していや実は どうでもいいっつって見たくもねみたいな話をしてな毎日が皆既日食ですよ、ね、朝起きたら皆既日食ですよ、ね、クラしてね毎日が分かるそれ分かる、うん、ねほんまにあのあまあでもね私もほら、はいはい、2年、まあ、ちょっとぶりに来たけどね、うん、バリどうですか久しぶりいやまあうんまあ本当いいなって思いますなほんまに。そうですか。あまあまあすごく変わったし変わったね、まあほら入国してくる何大臣なのその場合はいうそのなんていうのあの人種がまたすごくあそうですよロシアだハラショハラショちょっとハラショっていうの何ハラショポラシーボじゃないわ、うん、プラシーボはそれ薬プラシーボは薬だな知らねえわ薬よね知らないこれはねよく寝れますよっつってビタミン剤を渡したら寝れましたこの睡眠薬効きますねっていうのがプラシーボですよ。プラシーボあの幻覚じゃないそのあの思い込みやばいやつかいすいません私たち何か頼むんじゃなかったですか。頼むよ頼んでくださいあなたこれ頼むよあなたあなた頼むだからこの人種がいないよこれ頼む飲むかっていう私あそうね中国人全然いないでしょいない、ね、でも一応1月8日に本国はオープンしたから、うん、そのうち来るんじゃないのっていう話でも春節を上手にね あれですよねそうですね、うん、来すぎない程度にほんで、まあ、いつも通りあの影武者で私たちはやん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 やってるんですけど結局ほんで何を食べるんですか。いなり寿司っていうのがありますよ。いなりはねもうね違いますか。で雑炊食べたら怒るんでしょ。締める気かてめえってさっき言った、うん、そうですよ雑炊は締めですよ。弁当ですかメインですよ山盛り出てきますよカツ丼ですかいやもうカツでも何でもいいんですけどもう何杯目ですかこれ私これですか3杯2杯まだ3杯ですねこれあそうですか、ね、はい3杯まあ D ちゃんにしたらね3杯目っていうのは何ですか、まあ、まあ6ですアペタイザーです私もこれあの打ち止めぐらいですか。何を言う何ですかこれうどんいや何でもいいよ何がいいんじゃあのね何でもいいわねやっぱりここは何ですか麺類でしょやっぱあ、そうですか。ほんではですね、何しますか。自分あったかいのがいいですか。今日うち泊まりでしょ。うん。私昼間うどんですよ。ニョマンのうどん。じゃあやめましょう。ニョマンがいない
のに沼のうどん。冷やし中華。じゃあ食うね結構。野菜量が多いんですよ。あ、そうなんですか。冷やし中華量が多いんですよ。え、そうなんじゃない。うどんより。そうですよ。あと締めといえばあったかいもの。カレーうどん。え、何を締めようとしてるの。なんか締めないよね。うん、何ビクついてんのそこ。今何時。今まだ9時とかでしょ。まだ7時じゃん。まだ夜は、これから A タイムっていうね、うん、う ABC の A ね。夜はこれから A タイムっていう中学生のね、1年生か2年生の時に、うん、なんか先生になんか交換日記みたいなさせられてて、すごいね、そこにいたキモい数学の男のおっさんの先生に。絶対好かれとって。いや違う違う、私じゃないの。可愛いりっちゃんっていう友達が、うん、なんか昨日はね、疲れて夜9時に寝ちゃいましたって書いたらね、何を何を、夜はこれから A タイムって書いてきて、何それ。今なら逮捕だね。完全に逮捕だね。今なら逮捕だね。あと何食べるの。だからあなたが言ってたのは、はいはい、揚げ出し野菜だよって。揚げ出し野菜を食べたらいいんですね。いやいや、食べたいんじゃない。食べましょうよ。いやいや、何ですか。ダメなんですか。影武者、ウブドの お口の恋人じゃないね。なんていうの。ウブドのオアシス、影武者にて、お送りしておるわけですけれども。何ですか。何なんですか。もう決めてください。私はね、昨日も来てたぐらいですから。明日も来れるんですよ。わかります。わかります。昨日来て今日来て。昨日今日明日変わりゆく私。奈良が生んだスーパースター。あ、奈良県ですか。はい、ありがとうございます。広島県のスーパースターといえば、それはもうあれですよ、吉川晃司ですよ。あ、吉川晃司。 A ちゃんじゃない。 A ちゃんじゃないの。 A ちゃんも広島なの。 A ちゃん、そうよ。なんか草履の裏、足の裏みたいな顔してって言われてちょっとシワシワ。これもね、過去のね、あの私たちのクラブ直美で会いましょう聞いてもらったら、綾瀬はるかがね、うちの近所っていうのがね。綾瀬はるかさんもあれですか。うちの近所同じですか、ね、あ、そうですか。もうあのうちの近所ってすごいドヤ顔で言ってるけどさ、毘沙門天でしょ。もうそうよ。でそう、毘沙門代々。毘沙門代か。すっごいさ、うん、ドヤ顔で言ってるけどさ、うん、どうしたらいいの。何か、綾瀬はるかと何かがあるんですか。なんか行くとこ行くとこね、綾瀬はるかで、この前来たんですよ。ああ、そうですか。生意気なやつが行く。生意気なやつが広島では。で、グーで殴ってやればいいですね、そういう人は。パーでいい。パーか。しっかりのあなたのパーも痛いからね。力が強いんだ、オタク一族は ね。はい、知ってる。あの、なんで、空手始めたっていう時に人が死ぬからやめなさいってね、私にかけましたけど。で、とにかく、じゃあまず、麺類を熱いか冷たいかに決めようよ。なんで私に怖い音楽かかって、ひょー言ってね。え、ご飯もあるよ。雑炊と、おにぎりと、なん天丼、かき揚げ丼、カツ丼。すごいで、この時間に無理だな。アラフィフがカツ丼っていうのはね、アラフィフがね、まずいね。なかなかね、まずいブランディーだと思います。あーはーはーはー、はい、どうぞ、うん、冷たいそばとかなんか大人っぽいものもありますけど、うん、50のおばばが食うにはふさわしいものがありますけど。あ、いいですよね。マジですか。あ、いいですよ。どうしたの。あの冷やし中華が最近うどん、いや冷やし中華でしょうか、うん、ほんまマジで、うん、割とありますよ、うん、冷やし中華ですか。由美さんなら半分越してくれるから、うるせえな。うるせえな。気づいてくれてありがとう。と運を気づいてくれてありがとう、うん、私ね、ほらやっぱりなんていうんですか、私はやっぱりこうあの上品な人間じゃないですか、どっちかっていうと。どうやっても締めたいんやね自分。いや、そんなことないですよ。冷や中と、うん、冷や中と、はい、え、あれその揚げ出しなんとか食べない。コモケの揚げ物やで。コモケのってなんていうんですかね。コモケの、コモケの、コモケのってスペイン語で、あ、コモケ、あ、そう、私か韓国語だと思ったよ。コモケのは、うん、スペイン語です、ね。コマってどうみたいな。コモケの、コモはカマ、なんでノーノーみたいな。ワイナー、チャーです、チャーです。コマ、あのインドネシア語だと言います。コナパティだ。あ、いいですね。コナパティだ。カム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 ニー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 にしたいな。ボーイジョージですよ。ジョージボーイ、ジョージボーイ、ジョージですよ。ボーイジョージ、ごめんなさい。うちのお姉ちゃんホワイトかな。あ、ねえ。お姉、何食べんの。うちの母ちゃん。野中は OK ね。野中をバッチしてくださいっていうのと。何、ね、そうそう、いいですね。もうね、聞いてる人はね、何の おばさんのメニューを選ぶのなんて。本当に、ね、本当にディザスターですよ。知らないやつで、デザスターですよ。本当に。デザスター、うん、もう災害みたいな、まあ、いや、災害みたいなもんですよ。えらいこと。もうね、メガネがないと全く見えない。持ってますよ。もう、そうですね。私メガネ持ってますね。何でしたっけ、イカのピリ辛です。食べました。イカのピリ辛はね、ここの、うん、名物ですからですね、うんうん、皆さんウブド、バリ島ウブドに来て影武者に来た際は、うん、まあ、何頼んでもいいけ、もうカツ丼だろうが何だろうが食べるけど、あ、食べるけど、まあ、とにかくね、この本当にあのこのコロナで、はい、本当にみんなこう、日本はまだ給付金とか、いや、その通り、おっしゃる通り、うんじゃらこんじゃらありましたがね、
冷やし中華ビサディバギドゥア、うん、超バタネ様、はい、そう、よう頑張ってきたと思われますよ。本当に本当に頭がね上がらん。あのね、私ね、私ね、ていうのそれは頭が上がらない、はい、足を向けて眠れない、そう寝られない。私ね本当にね、あの冷やし中華ビバギドゥア、うん、バーバギドゥア、あの見たからしい中華、ありがとう。いやほんでさ、うん、私はね、うん、本当にねリーちゃんね、うん、まずね、うん、布マスクをもともと作ってたでしょうち、大体用に、ね、で日本とかもほらマスクが足りない時があったじゃん一瞬、うんうん、紙マスクが、うん、あの時にその布マスクで乗り切ったのよ。でその時に給料それで払って、うん、で割とバーッと売れて、うん、でその後にさマスクケースとかをしたりサニタイザーを作ってみたりとか、 いいですね、ありとあらゆることをしたの。マスクストラップであったりとか、はいはいはい、でそれで必死でさみんなにお給料払って、みんながお店もう閉めちゃった後にもうちはずっと開けててさ、給料払ってって頑張ってたんだけどさ、例えばよ、ゲストハウスの人とかいいんじゃん、あいい、ホテルとかね、こっさんでその私らはさまだ送れるからええやん、はいはいはい、持ち運びできるもんだし、うんうんうん、でもほんと、まあ、旅行会社さんもいろいろやってはったけど、そんなんで宿の人ってさいよいよ大変やん、うん、てか私うちでこんな大変やねんから、みんなとったさ割とみんなのんきにさ今しかできないからって旅行したりとかさ、うん、割としてらっしゃってさ、あのお金はどっかに貯蓄ですか？貯蓄ですよ。貯蓄すっからかんだもんな、自転車装備だもんな。すっからかって言うなよ。すっからかんだよ。もうほらあの給水と給水器がほれ給湯器が買えない。給湯器。給水器から。あれ給水器は買った方がいい、ね。あれライフライン。あったそう、夜間でね8回ぐらいお湯沸かすの。だろうね。おう。ママ面白いねって、うちの息子がパック買って全部ママが沸かしてんだ、うん、お前も沸かせこねえやつって。初めにここに来た時ギャニャールでやったよ。ギャニャールで、うん、そんなもん言うでない。そうでしょ、うん、やったやった、そういうことですよ。できんですよね。できる、そういうことです、うん、ただね日本の冬とねギャニャールは違うよね。出すの、出すんだですよ。出すんだ、うん、いつまで行くんだろうと思って、本当に出すんだよ、うん、ビザの問題でさ、はあ、出ると思ってたものが1週間待ってください1週間待ってくださいってさ、どんどんさ 10月の末であったからさ、どんどん温度が下がるわけよでもね息子はさほら日本に住んでないからさ、うん、11月4日に寒い寒いしてガクボルしててさ、うん、あのなんかあの、ね、冬に帰ったって言ってたの、うん、わ冬を逃げたっていうけど、うん、あんた何言ってんのって11月4日の人が帰ってきてね、うん、これからだよって、今秋だよってこれから寒くなるんだよって言ったらすっごいびっくりした、まだ冬じゃなかったのって、まだ冬じゃなかったのって言ってた。バカだからバカだから、バカじゃないよそれ、あんた赤ちゃんの頃からいるんだからしょうがねえ、それは、ね、まあ、でもそういう意味ではね本当人生が変わってたんじゃないかな、皆さんいろいろ。そうですね、私はその 3.11 以来のいろんな、うん、なんていうのかな、人は 3.11 でだいぶね、うん、なんていうの、自分が思ってる常識とか、うん、それは こっちとこっちやったらこっちが大事でしょうとかって思ってたものが、うん、そのガラガラっと崩れて、ね、あ、国は国民を守らないんだっていうのを、その私はねそれを遡れば、あの 社会保障社保庁、ほら失った番号みたいなんじゃん、はい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 、あの時から私は国をもうあの信じなくな って、 なってないんだけど、はいはい、その後に、あ、お昼ぶりでございます。その後にね 3.11 でね、あ、いよいよ、あ、やっぱりそうだと思って、だからそのお久しぶりでございます。お久しぶりでございます。昼も夜もありがとうございます。コロナになってね、だから、うんうん、その政府がまとめて言うことは基本信用してないから、だからまあ私はまだねほんまかいなっていろんなこと思ってたからよかったけど、そのまあその政府に対しての不信感とは別にさ、うん、やっぱりみんなは苦しむしさ、大変だしさ、バリにはお客さんが来ねえしさ、ね、だよね、うん、そしてなんていうのかな、でもね面白かったのはさ、人にも言われたけど、直美さん変わんないねって言って、うん、そうなの、私さなんかわーってやってるイメージあるけど、リーさんは分かってると思うけど、私基本家と店の往復なだけや、うん、だからさコロナになってさ不要不急の外出をってさ、私もともとしてないからさ家と店の何のストレスもない、何のストレスもなく、ね、でも面白かったのがさっきも言ったみたいにね、通りにほらバイクも車もいなくなって、人が通らなくなって、こっちのコンビニにさわざわざ出かけて夜外でアイス食べてたって言ったじゃん、うん、その時のほんまに人に会わなくなって、
その時にね、私ね、自分がまさか言うと思ってなかったけど、うん、嫌いなやつにすら会いたいって言ったの。嫌いなやつにすら、もう名言やん。そうよ。私ほらさっきも言ったけどさ、どんなに寂しくても、どんなに寂しくても、しょうもない人とは飲みに行かへんって言ってたの。で、基本その人間やろ。はい、それがあの時は、嫌いなやつにすら会いたいなって言ったの。そのぐらいなんやね。あんた、ニュッピがさ、ずっと続いてんの。わわ本当にね、もうで実際ニュッピーが2日になったの知ってる、2021年かなんかはさ、異例の2日ニュッピーの日かなんかに連絡が入って、もう一日よろしくみたいな、面白くない、へえ、明日もギャニアルだけ、それはすごい知らなかった、ギャニアルだけ聞いてる人分からない、ギャニアルっていうのはウブドモってことです、もちろんもちろん、だから私らは出れなかったの、ウケる2日、うん、でバイクに乗ってる人おったけど、で電波サル普通に出てたよって言ったけど、まあね、分からない人に言うけど、そのギャニアルっていうのはウブドが属する、まあ 県だね、県です、うん、だわね、うん、マスとかさ、はい、うん、その辺とか、とかあとまあペガラランとか、うん、モンジャラモンジャラとか、みんなパヤガンとかもそうかな、そうやね、スカワあのクデバターンとかさ、はい、そうですね、結構大きくいったね、けど、うん、でそこは出たらあかんかったの、へえ、っつってさ、うん、でもまあでもいっかって出てもいいことないしっつって、まあまあまあ、でもその本来の宗教的なニュピっていうのはその宗教的な儀式でさ、うんうん、サイレントデーがなんか静寂の日ってさ、ほんまに出たらあかんのんですよ、うん、出ないようにじゃなくて、だからお店も 100% 閉まってるし、せやけどその翌日、うん、翌日もニュピで行きましょうって言った時はみんな 出てもよかったみたい、出るなってことじゃなくて、なバイク乗って遠く行くなよっていうことやったみたいで、ね、軽かったから近所 の, なんていうの敷地内のワルム、うん、あそこ敷地内にワルムがあるんだよ、うちの近所、あいいじゃない、あのデュアさんちの職人さんたちが買う、うなしちゃんプレーさんがあるの、だからそこは空いてたんだけど、へえ、そうまあでも本当にあのね、来れないし、うん、あのこっちにも来れないけど、どうしてもいいんやろうかと思って、本当にね、わーっと思ったけど、人に言われて気づいた、直美さんなんかいつもと一緒ですねって、ほんまや、ほんまや、私いつもと一緒や、ただね、あのね、逆にね、行動範囲が広がった、なぜかというと道が混んでないでしょ、私ね20年住んでて初めてね、ジンバランのフィッシュマーケットに行ったの、リーちゃん行ったことある、ない、ないでしょ、そんなもんでしょ、みんなびっくりしてた、行ったことないのっつって、うわ、フィッシュマーケット2回目行ってた、2回行った、なんかジンバランにさ、うん、どのぐらいで着くよ、45分か50分で行ったの、目つぶってもいけんの、だって今日だって電波サルのね、はいはい、レノンからここまで45分ですよ、どうしよう、ジンバランまで行っちゃう、はい、バイクでですよ、誰もいないんだもん、うわ、でもね、バイパスで警察が、うん、ワクチンしてるかどうかチェックとかもしてたの、道閉鎖して、例えばしてなかったら帰れって言うの、帰れって言うたん、言うたんなんだ、うん、外なのに、うん、外なのに、ね、外なのに、なんかしたかったんじゃない、なんかしたいね、だからそのバリにおいて、私はね、そのコロナの時期にバリに入れて本当に良かったと思ってんの、うん、そういうさ、って日本ではさ、そんなほらワクチンしててもしてなくても一応自由ってことになってんじゃん、はいはいはい、でも自由な分なんていうの、暗黙の了解みたいなんでさ、うん、そういうなんじゃ怖いじゃん、うん、日本は、うん、だけどさ、こっちはさ、なんていうのかな、そういう張り切ってワクチンとか言ってるけど、2、3日でもう飽きてやめちゃうの、2、3日、ほんでなんていうのかな、例えばやれって言われたらみんなやるんだけど、やらなくていいって言ったら、もう今日からマスクはいりませんって言ったら、うん、みんな一斉に外すの、うん、ないいね、でも日本はさ、いい人種だね、いいよっつってんのにさ、うん、いやなんか言われるの嫌なんでっていうのあんじゃん、なるほど、だから本当にバリと日本はすごい真逆というか全然違っててさ、で、あの当初なんかさ、あのやっぱよ面白がってた、はっきり言って、うんうん、ワクワクしてた、それはまるでね、台風前に窓をさ、はい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 、打ち付けてるのを見て子供がワクワクしてるから、学校休みだーって、そう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 、あの感じ、バリは。で、一時期ストレス溜まってさ、うーってなってる時もあったけど、うん、基本的にはね、すぐ飽きてた。コロナすだすらさーいっつって、もう一昨年ぐらいからやってた。すだす、言うてた言うてた。うん、あれ外人のっつって、うん、外人。あれないよ。この話で。そうだあれは。うん、そうなんや、私がマスク忘れて行っちゃってさ、あ、ごめんなさいマスクって言ったら、大丈夫です、もう済みましたからってね、あの2021年に言ってましたよ。いや、それは嬉しい話ですよね。もう日本なんてもうええっちゅうて、外でせんでええっちゅうのに、言ってるのやってる、みんなやってる、外で
ランニングしてるのにやってる。知ってますよ、私。この間までいたから。ね、私、あの、サウナ行くでしょ、うん、サウナの中でもおばちゃんしてた。何しに来とるんねって思って。おかしいよって言ってた。金さんなよ、ほいじゃったらと思う。金さんなんだね。もう本当に。そうなんで、おかしい、ね。人バイキの目で見て。でも、かと思えばさ、ウブドのさ、その辺のさ、ちょっとしたさ、ワルンとレストランの間みたいな店でね、うん、行ってたところでさ、で、行ってさ、ご飯食べてるとさ、あの、そこはジャカルタのお客さんとかが結構来ててさ、うん、ジャカルタのお客さんも海外に行けない分さ、バリに行くかってさ、ちょっとゆ、あの、行けるんだ。ルールが緩んだ時に、どっとバリに来てたのよね。だからローカルのお客さんですごい混んでた時期があったのと、いつかバリに住めたらいいねって言ってたジャカルタ人が、積み出しちゃってあ、そうなの？そういう人たちが集まるサヤンの方のタイ料理屋さんがあって、でそれはいいんだけど、だから外からの人たちが来ると分かんだよ。バリに住んでる私らが行くとどう思って感じでビュッと座るんだけど、うん、彼らはもう防護服は着てないけどみたいなぐらいの格好で、防護服はかろうじて着てないけど、フェイスガードみたいな。できたら着たかったみたいな。で、手袋、ゴム手袋して、フェイスガードして、ほら、花粉よけみたいなメガネして、すごいマスクして、組んだよ。で、ワンアクションごとにそのゴムの手袋を変えるわけ。で、その人たちが来て、ね、すごい子供とか連れてきて何するかって言ったら、そのサニタイザーね、サニタイザー、サニタイザーみたいなスプレーをシャーって机と椅子に巻くのもうなんか電動みたいな、ああそうそうそう、シャーって巻くわけ、霧のようにフェイスマスクとメガネとマスクしてゴム手袋してる人たちがさ、椅子とさ、あのテーブルとさ、ブワーって巻くの、うん、それがさ、すっげーケミカルの、まあそうでしょうね、人工香料みたいなの使ってて、はいはいはい、ものすごいね、もう便所のなんとかみたいなさすっごい臭いので、それをレストランに来てブワーって巻くわけ、もうすごい、で危ない、私らがギャー死のうっつって食べ物を蓋するわけ、はいはいはい、カバーしますね。でも彼女らはすごい、これでバイキンが死んだわっつって、お前が死ぬ、嬉しそうに、苦しそうある？いやでもね、ない、私ね、ないけどね、日本にいつだ、娘と行った時だから去年、一昨年の暮れね、うん、一昨年の12月だよね、うん、丸1年、1年2、3ヶ月前みたいな、うん、その時にね、機内でね、防護服着てる人いたよいるよね、うん、まあ、サウナでマスクと一緒かな。で、私は 笑っちゃったんだけど、うん、でも私はね、笑った後に反省した、うん、そんなに怖くても、うん、じゃあ行くなよってさっきあんたも言ったけど、うん、でもまあ、サウナちゃうと思うけど、うん、そこまでしても移動しなければ行けない理由があるわけだよね。そうだよね。で、それはほらベビーカーでさ、ラッシュの時にベビーカーなんか乗せてさ、畳めバカみたいなもんでさ、いや、そんなベビーカーな、ラッシュの時に乗りたいわけないじゃん。そやけど乗らなあかん事情があるんだよ。そうよ。ね。じゃあそこを、ね、旦那が来とくとかあるわけですよ。旦那が来とくって、旦那は一緒に住んでるよね、大概ね。いやいやいや、あの子供入院してるから。あ、そういうことか。ああそういうことか、そういうことか。あ、そうか。普通人は病院で死ぬんだもん。そうそうそう。みたいな、だから人は病院で。リーちゃんもう反省して。はい。ごめん。うん。マスクなんかしてるならね。いやいや。来るなってたでしょ。うん。サウナマスクしてまでね、来なきゃいけない理由があるんだ。もしくは、うん、サウナでマスクしたかったんだよ。どうなるかをしたくてしたくて、うん、どのような目で私は見られるんでしょう。いや、そうそう、60年間の思いを、うん、ここに打ち負けた。もう今までサウナでマスクをしたかったけど、頭おかしいでしょ、うん、だからコロナに便乗してそれをしたんだ。コロナだからしょうがないなって。しちゃったかー、しちゃったかー。そうですね。あとこれミンタ S ですね。これミンタ S 案件ですね。これそうです、ミンタ S 案件。ミンタ S、 はい、つけてくださいよ。うん、あとなトリス S ね、やバイヤール、バイヤール S、 ブルーバイヤール、うん、マヨ S はギー、 S バト、 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 S バト、そうよ。バイアルじゃん、そのバイアルじゃん、もうええじゃん。だからね、いや、だからいろんな価値観のある人はいるなっていうのと、日本人はどこまで行っても日本人だなっていうのと、いいところとね、本当だって、その支援とかさ、すごいじゃん。それ言ったじゃん、あんた。ゼロですよと、ここは。ゼロなんですよ、バリ島は。バリ島に生きてきました。バリ島における外国人はね、うん、外国人じゃなくて、いや、じゃあ国内の人。ローカルも、ローカルは、ね、ローカルもでしょ。ローカルはね、聞いたら、うん、なんかあるね、車と家のローンが半年間待ってあげるっていうのがあった。わー、半年。半年。きついね、うちローンないからさ、こっちで日本で、あちゃちゃちゃ、バリでは。だからね、何にもないんですよ。
税率も下がらなければ電気代も下がらないし、そうなんだろう、ローン待ってくれる、ね、ガソリンスタンドで、うん、プルタライトってやつがありますね、なんかね安くなったの、何割か安かったのね、みんな大変な人がそれをね、うん、私ら外人が並んでると、うんうん、外人のくせにって見られるの、え、ちょっと待って、って私らも大変っていうか、ビザいる分余計大変みたいなさ、すごいよね、っていうか従業員いる分余計大変なんだけど、そこに並んでるとなんかその厳しい目を感じる、感じるね、あ嬉しい、 Thank you、 そういう時はチラッと見られる時は私は眉毛をピクッとしてね、大丈夫ってもっとぐり払いよ、みけんよ、そう困りますよ、そんなそんなね空気読まないですから、でそうやってニヤッとされると向こうもあれいいのかなみたいな、うん、向こうじゃんじゃんついでみたいな、そうよそうよそうですよ、いやありますよ、いやすごいなと思って本当に、いや本当にそう、あ私もほらせめてね、決してどうしようかな、どうしようかな、例の言っちゃうかな、どれだろうね、ホットゲンマイティ、昨日の玄米ティーが裏返ってたんだよ、ちょっと裏返ってたの、裏返ってるって分かる、分かる、私の分かる、裏返っててさ、うんうん、あ言っちゃったどうぞ、ホット玄米ティー、おちえさんに、あとは何、いよいよあれをっつって何人が食べ物は、食べ物はね、バンコアン、バンコアン、あいや食べてみたい、久しぶりに、いやバンコアンさて、いやバンコアンじゃないですね、ここでしか食べない、そうです、はい、そう、あの何の話でしたっけね、酔っ払ってきたな、いや本当にね、いや本当、いや本当にね、自分でもね、うん、よくやったと思う、いやすごいと思う、いやいや本当に特に何もしてない人たちがそれなりに楽しみにしてた人たちこそ私アメージングですよ、あなたは何もね、あまりすだびやさだったんでしょうけど、うん、でもね、でも嫌いな人ですら会いたいっていう、そう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 、嫌いなやつですら会いたい、やっぱね人はね、人とね、ああ人を通してやっぱり行くね、人と人と言うのは、ね、いいそうですよ、人を通してなんだけど、全然似てなかったけど、やっぱりね、はい、今のなんかトップ事情じゃないの、なんかそんなんなんてったね、トップ事情、トップ事情ってもうね、ね、知ってる人いないと思うよ、いないの、いるよ、これ聞いてる人はトップ事情知ってますよ、知ってるかな、いや、ほんでさ、あのなんていうのかな、コロナを理由に、うんうん、なんかもう何でもかんでもやった、だってコロナだもんと思っていろんなことをして、うんうん、そしたら味噌が売れちゃってみたいなさ、どだる、うん、食べてるね、うん、味噌が売れてみたいなさ、あいいことだ、いや今までほら趣味で作ってたお味噌がね、うん、いや美味しいよ、そういうのがなってさ、あのねまだまだ伸びしろあったんだなみたいなね、なびっくりしました、勉強になりましたってやつですね、あの頑張って頑張ってね、こんなに、ね、馬車馬な頑張ってるしいごとってありましたね、そうそうそう、コロナに難しいね、24時間働けますかでした、うん、なんだか365時間でしたっけ、そうそうそう、あれは違う、ビジネスマネージャー、あれはももくんですね、そうです、これはあのだからね、あれですよ、あれニュージーランドね、墓墓っつうのあれ墓、うん、まあとかいうやつですよね、へーとかいう、あそれですそれです、そうですそうです、いやだからね、あ伸びしろって、あ今までねすっごい頑張ってるって思ったね、うん、頑張ってると思ってたけど、あまだまだね怠けてたんだなと思った、いや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 、何でもしましたよ、何でもしましたよ、わかります、何でもしました、従業員にさ給料払うためにさ、何でもしました、もう給付金にね、もうしがみついてました。いやいや、いいんです、いいんです。しがみついて。そらさ、日本でさ。いやでも、まあでも、我が社もね、あの、一つ、会社を一個、もう、まあ、あの、会社じゃない、一個店舗を作ってね。あら、そう、インターネットで。フェムテックラボっていうね。ファムテックラボ、そうですそうです、あの更年期のファムテック、そうです、こういやという命の母だ、そうそう、いやいやそれは違うんですけど、あのアルマリっていう、あなたの好きな命の母、そういや飲んだことねえっつうの、あれ聞くんだっつってた、これあれごめんなさい、あの過去にやったことあるけどさ、うん、私おしっこ行っていい、いいよ、しっこ言うよ、三分、ほんなら命の母の話しててね、ファムテック後で聞くからね、ですね、そう、あの今楽天と。アマゾンとヤフーですかね、あと独自ドメインでやってますけど、あいや、うん、フェムテックラボ、うん、アルマリっていうその会社をさせてもらっとってですね、あのお店を、まあ私のようなそのなんで私一人でこんなこと喋っとんの、まあいろいろと困ったことを、ああ具合悪いなって思ったことを解決すべくいろんなプロダクトを作っておりますが、まあそれをコロナ禍で一生懸命こう製品化して、今本当ありがたいことにね、あのいろんな方が本当に使用してもらって、なんとか生きておりますけれども、
いやー本当にみんな頑張ったと思います。コロナって本当に商売してる方とか本当になんか特に本当私はまあねバリ島なんてあれですけど早いな君、早いんだよ、してない、早いな君、してない、カテーテル通してたのかっていう、ね、カテーテルだよ本当に、いや本当にすごいと思う、みんなよう頑張ったと思う、本当に頑張った、本当頑張ったと思う、はいはい、自分で自分を褒めてやりたい、いや褒めてあげたい、褒めてあげたい、あと初めて民泊に行ってね、お初めてコロナのおかげで民泊に行きました、温泉ね、民泊リゾートっていう、よかったじゃろ、割と北部ですかね、北西部かな、大好き、ひーちゃん大好きなね温泉やるんですけど、もう一番好き、あれすごい一人前あるじゃん普通に、どういうこと、ものすごい重たかった、ありがとう、皿が重いんだよ、あすごい、これはこれはすごい、冷麺が出てきたね、冷やし中華、名物よここは、だって、だって普通に、あでも具がすごい、具がすごい、ギギギがすごいいやほんで何フェルメンテッドだっけ、なんだっけその新しいあのクリメンテスはこれ、これやクリメンテス、ヨーヨーヨー、いやクリメンテスは何それ、カニ、カニだ、違う、あれクピティや、あいやごめん、クリメンテスは何、あれ人の目、あのクラブでしょ、クラブ、違うクリメンテスはレア、なんちゅうの、ほんでなんでその何更年期の何をやってんの、あハサベ、え更年期の、うん、さっき言ったよ、更年期の女性の、まあ、具合悪いところをどうにかする、いやほんとそれ助かります、見ますよ、うん、見て、あのむくみがひどい、むくみはどうか知らんけど、いやむくみもあんだって、あとね、あと関節が痛い、うちむくんのよこれ、むくみ取ったらガリガリ、うちしてしてる、42キロでしょイエスイエス本当よ、知ってる知ってる、特に、うんうん、もう本当にすごいむくみ、骨とかあるでしょ、骨とかはよ、骨か筋子と言われるの、うん、本当にこれ水抜いたら大事や、私あの本当にね36分も喋ってる、本当にね大事、あの大事、更年期関節が痛い、やだヘパーヘパーなんとか、そんな話いいか、関節の話じゃない、もうとりあえずクラブの海はこの辺で、あの麺食べなきゃダメだ、また皆さんいつか、あのバックナンバーをお楽しみください、そうそうバックナンバーが面白いかもしれない、これなんか終わる時もなんか特徴あったよね、それでは皆さん参拝順パーとか言ってたよね、嘘だ、また会いましょう、また会いましょう、参拝順パー言ってたよ、でつろって言ってたじゃん、なんなんかお客さんのなんかとなんかを、ああああの言ってください、はいはい、あのじゃあうちのクラブナオミのモットーをお願いします、ちゃん覚えてるかな、すごいな、お客に金と気を使わせる店、クラブナオミへようこそ、覚えてたということで、それではまた次はいつかな、オンラインでできるといいな、また皆さん、また会いましょう、良いお年を、サファイジュンバ